もう動画撮ろうぜ。まあ今日決まった。動画。もう動画回しようよ、今。待ってます。もう回ったんですか。うん。今日決まったよ、とりあえず。で、まあ今日は、まあ社長後で来る。あ、今じゃ、そうそう。後で来るから。社長来た時に、ちょっと独立しようかな。あれ俺が。独立しようかなと思って。いや、独立しようっていうかさ、俺2、3年前ぐらいさ、独立するって言ったじゃん。ああ、言ってました。でしょ、はい、で、その時に、まあ、2、3年前には、まあ、お前ほんと独立するやったら金出してあるでしょと思って。はい。まあ、それちょっと確かめようかな。確かめよう。検証、うん。あ、本当には独立しないんですか。いや、まあ、ワンチャンね。さあ、手、手、手。静かに。静かに。静かに。最悪。まあワンチャンね、ワンチャンまあ独立してもいいっしょ。最悪その反応次第にはって、そうそう、反応次第でまあいいよって言ったら、まあ、ワンチャン独立しようかな。いいです。ちょっとずるいかな。いやいや、給料上げたら、給料上げたら、今より給料上げたら、給料欲しいだろ。最悪じゃない、最悪じゃない。そのリュウジ君もあるでしょ。リュウジ君、独立しようかなと思って、僕独立しようかなと思って。ワンチャンあるじゃないですか。ワンチャンあるじゃないですか。ワンチャンみんなで独立しましょうよ。みんなで独立して新しい会社。そう、新しい会社。まあ今回社長来たらそういう動画作るもんね。じゃあ社長来るまで待ちましょうか。はい、社長来るまで待とう。わあ、これ楽しそうだろう。何なんだろう、いつもベタなんだ。確かにそういうことや。大好きだね。ん、おじさんも、あ、来た来た。おじさん、何回したインサートで。そうやったら、ずっと回します。インサートって何だ。足棒、ゴンバラション。え、組んでます。組み、はい。暑いな。暑いっすね、まだ。え、なんかある、考えた。今日なんですけど、うん、まあ企画というよりかはお願いというんですかね。それをちょっと動画に撮ろうかなと。ん、はい。土曜日お前お願いしたいな。土曜日ですか。旅行行かしてくれって。ああ、そうですね。その旅行とまた別ですね。キャバクラか。いや、キャバクラじゃないです。戻ったよ。ギャラ飲みっすね。ギャラ飲みっす。俺も仲間に入れるならいいよ。まあ、今日なんですけど、うん、まあ、ちょっとまあみんなで最近、まあ先週でまあミーティングして、みんなで話まあ上がって、まあ、独立しようかなと思って。やろう。はい。やろう。僕です。あ、僕です。やろう。独立しようかな。やろう。いや。独立、お前が。はい。何の。足場です。足場。はい。無理でしょ。いや、まあ僕一人じゃ無理なんで、うん、まあ、みんな独立するって言って。動画？ドッキリ？え、ドッキリ、ドッキリとかじゃないです。何？どういうこと？独立したいっていう企画？そうですね。企画でやるの？企画で。カメラ回したら怒らない、回すだけだ。どっち？多分そうです。カメラ回したら。結構そういう時あるよ。カメラ回したら別に何も言わないから。だってあれが独立するの？お前が？僕ですね。どういうこと？まあ僕一人にみんなっすかね。社長なんか言ってたじゃないですか。2、3年前から僕独立するって言ったら。うん。金出してくれる、金出してあるでお前独立するときは、うん、で、まあみんなでと、みんなです。まあまあ、その、まあ、時期とかそういうのじゃない、まだあれなんですけど、うん、まあ、ただパッてできたんで、うん、カメラ回してるという話じゃないの。カメラ回ってる方が僕は話しやすいです。芸能人記者会見みたいな感じです。記者会見じゃねえわ。俺相手だけだろお前。キャスターは俺だけだよ。記者は俺だけだよ。うちさん質問です。だけじゃねえよ。何独立、どういうこと。全員連れてくの。全員でやるってこと。まあ全員で。ベトナムどうするんだ。まあベトナムはまあその連れていけないじゃないですか、うん、七色の名前なんで、うんうん、でまあそれはまあうちで面倒見ていこうかなみたいな。うん、ちょうど来たよ。あ、お茶、あ、お茶くれたんか。ん、嫁もいいって言ったんか。嫁もみっちーな。お前もまあ一応もう僕もそうなんですけど、まあみんないい歳なんで、自分がどれぐらいできるんか、どんだけ仕事できて儲けができるんかぐらい。一人上がってみたいな。お前も一緒についてくの。一応ついてきます。そういうこと。足場とかどうすんの。足場とかは
まあでも全然、まあ社長も言ってたじゃないですか、前回、まあその、まあ僕で独立するときに、うん、まあ、独立なら金出しちゃるわって言って、うん、なんでまあ最後、まあ、足場とかは逆に、まあ、持ってかさせてもらって。いつ考えたの？そこはもう時期はもう特には考えてないですけど。いやもう、まあ、仮にな、はい、そのお前が足場も全部持ってってじゃあね、七色の仕事も全部やってくれるってなったらいいけど、まあ、その代わり同じ単価は難しいですよ今、うん、もうそれは、はい、まあ単価は一緒でもいいけど、だってお前俺が銭出すんで、はい、ある程度利益持ってくるとかそういう話で日付切るんだったら、はい、まあ、何年前にお前に、はい、で独立するならいいけど、ね、俺に出してもらえるぐらいまで成長してからいたらあれつら4年前ぐらいですか。4年前、はい、自分の中で変わったの？変わりました。お前の中でこいつそんだけできると思う？それやりきれるなら俺はいいぞ、全部出しちゃうし。ええと、まあ、この間もお客さんにやるとったらお前タスクやれてねえって言って、はい、そうっすね、連絡が遅いとか、はい、まあ、確かにね、いろんな YouTube もやりながらで忙しいかもしれんけど、はい、お前やれると思う？まあやっぱ一人では無理だと思うんですけど、結局僕らが、うん、結局サポートにつくしかないんですけど、ね、会社はそんな甘ねえぞお前は。結局誰かトップが金の管理者やしな、みんなで山分けできんから会社は。まあでももう僕もその、まあ、みんなにベトナム人つけて、うん、で逆に今出来高、出来高じゃないですけど、うん、まあ、本当手間受けみたいな感じで、うん、俺に手間置きにしたらお前物損も増えるぐらい、隠すことも増えるぐらい、まあ、そしたら、まあ、焦ってな、怪我も増えるぐらい。そうなったら単純に金を増やしたらいいってもんじゃねえぞ。はい、まあ、そういうとこもまず、まあ、一からやってみんとっていうのがあるんで、まあ、そこもまあみんなにやらせてみて、まあ、それが増えるようだったらまあそれが増えるようで、またいつからにするの？まあでも年内は。今話す話かこれ。はい、 YouTube になるのこれ？ならないですかね。お前が単純に独自話したの。だから いつな、じゃあもう南瀬古やれよ。じゃあ別に塗装班と、はい、シール班だけだろ。まあ、まあ一からちょっと作りたいなっていうのもあるんですよ。で金どうするの？貯金なんかしろよお前。はい、でまあそこを毎月給料全部飲まんと気が済まんって言ったよ。いや飲んでないです、ジムっす最近。最近ジムに行って。おい、キロ貯めてん。はい、今2万貯まったんす。まあ、どうすんの、はい、金を借りるってこと？俺からそうっすね、借りて、まあ、資本金じゃなくて借りたいってこと？はい、それは無理だろ。それ無理っすか？当たり前だろ、お前に信用でお前何で3000万貸すんだ、はい、俺でも借りれんぞ、俺個人で。本当ですか？まあみんなの信用があるから。みんなの信用関係ねえだろお前。お前ラーメンだよ、そう考えた時点でラーメンだ。そうだろ？はい、違う？いや前出してくれるって言ってたんで、出してくれる、出してあるけど、はい、それ出すってことは資本金だから。はい、でそしたらお前が3000万貸したらお前に貸すってことだぞ、個人に。はい、で3000万の会社ってことはお前らが言うこと聞かんかったら金も仕入れてれるわけだろ。はい、足場自体とかトラックだけでお前いくらするんだ、奥だぞお前。はい、これ全部貸しました、そうそう、じゃあお前らが売ったってお前どうなっちゃうか。じゃあ、はい、信用かもしれんけどそこはお互い。だけどお前そんなもんなすごいよ、俺でもそんなもん個人で借りれるから3000万それも簡単に貸せんだろ。じゃあ俺だってお前じゃあ3000万貸したってことは、はい、お前から取りっぱぐれる可能性もあるわけだぞ。まあそれはありますね。そうだろ、はい、だから資本金っていうのはそういうことじゃん。はい、だからそれはある程度、それはまあそれこそ動画にするんかどうか知らんけど、はい、それが俺が利益を取っていくそのために資本金入れたいんだろうって言ったらそうかもしれないけど、でも、はい、それが株式だしな。そしたらだってお前に貸す意味ねえじゃん。そうですね。逆に俺はもうじゃあ会社の金の3000万お前に貸して、はい、他の社員にとってじゃあどうなのって3000万円っていう機械損失するわけでしょ、はい、その3000万円でじゃあ不動産買ったって利回り 10% で回ったら300万年間生むわけよ、はい、でしょ。でその機械を損失して、はい、他の社員たちに、はい、じゃあ寺道が可愛い、ミッチが可愛いからって3000万貸す個人、はい、で利益も何ももらえない、はい、その状態では出せんだろ。お前らに投資するんだったらいいぞって言ったよ、はい、でトラックだなんだって奥だね、なあれ。これベトナム人2万で借ります。あ、ベトナム人2万で借ります。それ当たり前のことやて。当たり前のことやて。これ動画使うか。切っちゃったよ、間違えて切っちゃったよ俺。そうだろう。じゃあそれはお前ら甘い、中学校の考えじゃない。やればいいんだけど、はい、どうしようか。そこまでの責任を負えるくらいな、資本金出しまって、はい、まあ、それは利益の何パーセントなのか売上の何パーセントなのかわからんけど、はい、それは金借りるって言えばそういうことですね。そうですね、お前は金貯めてるんですよ。はい、それでもやるんか。まあそう、まあ社長が今言っとったような感じで、うん、
目をいっぱい出しまってやるってこと。まあそうですね。お前らそれでいいか。はい、そうなる。そのかわりこいつが社長だもんね。なじゃあみんなで山分けが無理だぞ。はい、その友達がそういう場所に。まあそう、それはまあ分かってますよ。みんな困るんだろ。ましてやお前会社にお前俺に3000万、4000万、5000万出しまって、はい、まあ、みんなで山分けしましょう、儲かったら。あ、まあそれはないですね。だろ、それをまあちゃんと回収してからもし足場の利益だね、そういうの言ってなし、まあ、みんなもやっぱ、まあ、自分の力がまあ試せるのはまあそこなんかなと思って、逆に言ったら、まあ、手間分けとかでやらせてあげて、逆に言ったら、まあ、歩合じゃないですけど、うん、まあ、そういう風にしてあげた方が、まあ、試せるのは別にこの会社でも試せるけど、試してないだけだよ、まあ、お前ら。まあそうですね、ただまあお金が変わったら試せるんだったら、そんなお前別に独立じゃねえぞ。俺も給料制だぞ、言っとくけど。だけど俺全開でやるから。みんなそんなみんなでパッて、まあ、言い訳だって。やったら、金が欲しいだけだって。まあ出たら、いろんな世界を見れるわけじゃないですか。うん、出ればいい、俺勝手に自由にやるって言っとくよ。大変もう。ただ言い訳だってさ。はい。試すんだったら別にどこでも試せる。ちゃうか。もう試すんだったらどこでも試せるよ。無駄になったらやれるんだったら、お前今やれよ。出た方のやっぱ周りは見れますよ。周りは見れますもん、100%。周りって言ったら、お前は南瀬港で単独で動いてるよ。単独で動いても、やっぱ何かしらその引っかかるところがあるんじゃないですか。あ、じゃあ社長がいますとか。じゃないですかって、お前の話してもらう。その話みたいな話だ。自分たちのことは俺のことじゃないもんね。まあ、独立したいですね。みんなで。それだけ聞いたもんで、どうしていきたいんだって。もうさっまあ社長、まあ社長、まあほとんどまあ社長の言ってることになるんですけど、まあ資本金っていうか出してもらって、まあ多少なりとも、まあじゃあ売り上げの 10%、他もまあやっぱもう材料とかまあ使わせてもらって、まあみんなでやっていきたいです。いつやるの？来年1匹ぐらいからです。来年1匹ぐらいからです。来年？はい。来年？1月？来年1月からですね。1月？1月からです。すぐすぎるわ、半年ぐらい開けとって。はい。何月だって10月今。今9月だろ。10、11、12、1、3ヶ月だよ。はい。準備できんでしょ。いや、まあその、まあやりながらですね。まあ3ヶ月に、まあいきなりパッて抜けるわけじゃないですけど、まあ3ヶ月後からまあそういう風に指導していって、うん、塗り替え道場の仕事もまあそのまあもちろん全部やっていくんですけど。来年1月には会社作るってこと？もう会社は、はい。間に合わんの3ヶ月だったら。本当ですか。8月目処でもいいかなと思うけどな、決算もあるし、まあ 3, まあ、3月か、まあ、まあ8月目処でもいいですよ。3月ぐらいからまあずっと指導してて、そこからお前今のダメ、もう一つ成長しなお前。そうですね、全員な、うん、こいつもますます現場でやるからぞ。それはもう分かっとんの、まあ、今も現場出てない、現場出てないね。ねえ言えよ、そう甘いもんじゃないよな、お前は見えとるもんダメじゃないよな。そうそう、どうする、そうしようか、じゃあそうしてみよう、ね、そうした方がいいっすよ。どう、この機会、この機会に、この機会に独立しようか。お金も出してくれるって言ったし、独立しようか。まあ、3000万って言ったぞ。3000万、どうします、どういったの、1000万、1000万、1000万でいいっすよ。ほら、ばあちゃん、そうっすね、もうドッキリだよ。はい、どういうこと。いや、あの反応が変わって、なんかさっきまでなんかシューってしょったけど、お前なんかこいつ真剣だなと思って、言いづらいことなのかな、やっぱりと思って。いや、言いにくいことじゃない。独立するって言ったら、社長は前回、あの僕多分3年前か4年前くらいマジで言ったじゃないですか、うんうん、その独立させてくださいって、うん、そのちっちゃい会社なんかやめろって言ったじゃないですか、うん、一人やがったら、ちょろちょろ一人やがったら、ちょろちょろやるぐらいだったら、そんなもんこの南瀬港でやりゃいいがやつ、うん、でもでかくやるんだったら別にお前が独立だったら金出したるわって言ったじゃないですか、うん、でまあその3年前4年前の約束を覚えとるかなと思って、うん、覚えてない、覚えてないです。まだまだお前ら買い殺しってことよ。そういうことですね。じゃないけど、だ成長しろ、今精一杯やれ俺、うん、今精一杯やらないと独立じゃん、早いんだよ。ちょっと相撲しんや悪いし、分かったか、事故だってそうだろう、事故だってごめんなさいで終わるやん、お前あのアンチコメント湧いてたとか、お前の物損でもそうだろう、保険料上がるっつって上がるための保険だろってバーカだろって言ってあげじゃあ保険入っとったら毎日事故っていいんか、車も毎日事故るよお前、そうやって書いたやつ。そうだよな、保険料上がるって
そんな保険料、何のための保険入っとんの。じゃあ保険入っとったら何にもやるの。お前自分の車保険入っとるからって毎日事故るのか。事故るやもんな。じゃあ出ちゃうちゃんと。もう本当あのくだらんアンチのコメント、俺6時にちょっと誰もコメント落とさんもんね。まあ、俺が全部コメントチェックするんだよ。はい、で削除してるけど、はい、ではね、はい、また面白い動画とかたくさん撮ってきますんで、あのいいですコメント、あのチャンネル登録だけぜひよろしくお願いします。話が止まらなくなるんで、はい、では皆さんアイカメラもまた見てね。Thank you.